門の最強賢者、世界最強の賢者がさらに強くなるために転生しました。星さん、この漫画は後のナロー系のジェネリック元となった設定を作り出したナロー系作品であり、それだけでもこの漫画が他のナロー作家に与えた影響を考えてもとてもよくできている作品。内容は、1回目の人生で紋章ガチャに敗れたクソ強チート魔術師が、転生することで今度こそ紋章ガチャを当てて、今度こそカタログスペックにおいて最強の魔法使いになろうと目指すシナリオ。ジェネリックの元ネタになったこの紋章ガチャとは、人族は生まれながら紋章ガチャが行われて、大器晩成、前半最強成長率クソ雑魚、遠距離型、近距離パワー型、といった感じの紋章ガチャがあり、主人公は一度目で前半最強成長率クソ雑魚だったためにとても苦労したという感じ。そこから二回目で理想の紋章である大器晩成を引いて、無双を始めるが、転生先の N 都市時間が経っていた未来では、魔法は廃れてしまい、さらには大器晩成はクソ雑魚紋章、前半最強成長率クソ雑魚が最強紋章みたいな感じで意味のわからに世界になっているという感じ。そこからなんやかんやあってヒロイン候補のメス冒険者を自分の弟子にして、さらにはメスドラゴンを眷属化してといった感じで水戸黄門をしつつ、なぜ N 年後の世界の魔法文明は変になってしまったのかの原因を取り除くというシナリオ。面白いナロー系なので作画担当も、モンスターの作画もクソ激烈にお上手なとても良い作画職人を使っており、シナリオの品質も高いので当然アニメ化まで持っていくことに成功したクソ強シナリオ&作画漫画。